で映ってる映ってる、ちょっと待ってください。あの申し訳ございません、今、私たちは運営側というか、スマッパグループの運営の事務所側なんですけど、今現在、スマッパ、よしと遅れております。遅れてます。はい、すぐ呼んで急遽変わりますんでとりあえずタイトルコールだけ。はい、タイトルコール。はい、はい、じゃあ、スマッパのスマッパの、スマッパの日の当たる宮殿。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。いや、始まりました。よっよっよっ、もうね、よっよっ初めてですね、まさかまさかですね、この感じ俺らが出ると。そう、すみません、ちょっと本当にリスナーの皆さん、本当すみませんでした。すみません、今来るんだよね。今、はい、3人、うん、フェルセンの子が向かってますんで、3人来るんで時間までちょっと僕らでやります。簡単に自己紹介だけしますか。はい、簡単に、スマッパグループ、広報部の堀と申します。武蔵の弟ですどうも。あ、宮本武蔵さん、はい、次に出る、オーシャンサーティの、宮本武蔵の弟です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おっよっ、もう盛り上がっていきましょう。じゃあお願いします。広報やってる新村と申します。よろしくお願いします。お願いします。およっ、お、ガチ弟だっけ。あ、ガチ弟です。ガチ弟です。血繋がってます。はい、頑張って言ってきてる。頑張って頑張りたいんですけどね。そうです。普段こっあっち側に、そうです、僕はあっち側でカンペ出してるなんかやってるんで、はい、まさかこ、ね、そうですね、こんなに出るとは思わなかったですね。ちょっと今、向かってるんで、ちょっと10分ぐらい多分この感じだと思うんですけど、なんかもう、スマッパグループ全体でなんか聞きたいこととかあったら、もう僕ら全部答えます。あ、そうです、僕ら、中の人間なんで。そうです、中の人間なんで、もう答えれることは全部答えていきます。なんで、もうどんどんコメントください。苦労話でも、そう、この機会にしか喋れないこともあるんで、ぜひ。まあ、苦労話といえば、もうこれが多分入ると思うんですよね、はい、今回の。そうですね、もう本当にまさかの僕らが出る。スマッパ、パスザバトンはどうなった。パスザバトン、はい、ありがとうございます。おかげさまで大盛況で、ね、はい、表参道ヒルズのね、そうですね、ところで、はい、臨時のホストクラブ作りまして、はい、まあ、大盛況、3週間ぐらい ね、やりました。いろんな方も来ていただいたし、うん、歌舞伎町の、うちのグループ以外のホストさんも来て、そうね、盛り上がってもらったんで、うん、はい、すごい良かったと思います。マダム、マダム、はい、マダムかな、マダムが、マダム多いですね、はい。あとは、まあ、OL さんとか多かったね。そうですね、OL さん多かったですね、うん、はい、結構、まあ何人ぐらい、全然いる人が違う、うん、いっぱい来ました。1000人ぐらい、1000人ぐらい、1000人、うん、いや、そうですね、1000人弱はいましたね、でも、はい、うん、すごい盛り上がってました。来た人います、リスナーの方で。確かに、うん、パスタバトン来た方、パスタバトン見ましたよ、うん、行きましたよって人います。あ、行きたかったはいたんですね、うん、弟さんはスマッパ、弟さんはスマッパ、僕は運営です。全然弟さん、弟は関係ないです、ね、そうですね、僕は、うん、ただの髪の毛もじゃもじゃ、もじゃもじゃ野郎です。なんだ今日の放送、大丈夫かこれ。大丈夫かこれ。視聴率、視聴率をちょっと気にしてね。気にしてね。皆さんコメントいっぱいしてください。コメントとか、はい、僕らでね、伸ばそう、ね。僕らで伸ばさないといけない。はい、全体の運営、全体ですよ。そうですね。はい、4店舗分の、はい、そうそう、4店舗の、はい、運営でやってます。いつか武蔵さんと共演してそう、ね、いやー、収集つかないですね。ましたら兄弟放送、兄弟放送は、まあ、いつかどっかでね、うん、できればやりたいですね。そうですね、はい、ただあんまり面白いこともないと思いますよ。見たい、見たい見たいですか、うん、見たいコメントがあったら、武蔵さんに僕からお願いしとくんで、はい、はい、どんどん見たいよっていうコメントどんどんください。そしたらもうそれを見せつけるんで、武蔵さんに。はい、今度ちょっとやってみようと思います。ちょっとぜひお願いします。絶対面白い、はい、もう絶対僕は緊張して喋んないんですけど、はい、あ、でも結構見たいが多いですね、はい、左プロレスラー、はい、左プロレスラー、あー、よく言われますね。僕どっち、左ってどっち、左、僕じゃないですか、画面的に、画面的に左、画面的に、僕あれですね、中村慎介でしたっけ、似てるなって言われますね。分かる分かる、左プロレス、うん、よくたぎってる人ですね、はい、よく似てるって言われます、ね、ヤクザバージョンではない、ヤクザバージョンヤクザバージョン違う、運営です、運営っぽくないですよ。
ヤクザっぽいってる。何をたぎってる。たぎって、うわーってやつ。すごいな。普段は何してるの。普段は事務所に行ってパソコンカタカタやってることが多い。そうですね、うん、はい、あの舗装なんかの、あの、あ、ホスト来るよ。ホスト来ます。ホストね、そうですね、うん、あ、仲間に似てる。あのよく言われます。はい、よく言われます。事務所でのんびり、ね、まあのんびりはできないですね、うん、まあ、外部の方と取材同行したりね。そうですね、それこそパスダーバトンだって、あとこういう、うん、あとはレイさん、武蔵さんのそのワイプラスでね、雑誌、いろんな雑誌とか、うん、そういう媒体ですね、広告媒体とかでいろいろこうどうしようかって考えたりとかっていう。メンズナックルもね、八重葉くんとか出たりしてるんで、見てくださいね。初見、今日初見さん多いね。今日初見さんでどうやって分かるんですかね、これ。ああ、確かに、うん、うん、お金抜いちゃおうかなって思ったことあるあの、それありますってここで言ったらまずくないですか。欲しいですね、お金は、ね、欲しいですけど、うん、やっぱりこう、ね、あるとこうね、もう、あの、うん、あ、これそういうことはないです。うちはないです。うちはないです。今日ないです。礼儀とマナーの大事です。はい。すごいですね、今日。あ、でもコメントすごい。中村。中村多いな。中村多いな。残念すぎるよね。残念ですよね。なんだこのメンバーってなりますよね。そうなりますよね。そうですよ。すいません、申し訳なく出てます。申し訳ない感じです。はい。いや、面白い。ありがとう。逆に面白いって、あんまり褒められてる気がしないんですけど。あんまりね。いや、もうすいません。いや、初じゃないですか、こう、内勤。そうですね、僕ら内勤というか、運営内勤でもないですからね。内勤ですよ、ないですよ。お店には絶対いないんでね。まさかこんな感じで僕たちが初登場するとは思わない。まあ、チーム広報です。そうです、チーム広報です。チーム広報です。はい、もう取材対応とか、はい、いろいろやってる感じでございます。宮殿にこの二人、くせえですよ。はい、ちょっと後ろと合わないですね。合わないですね。シャンデリアこんなんで、僕は普通に私服ですからね。なんとも言えないです。日の当たる宮殿ってね、うん、僕がなんとなく言った年齢そうそうそう、日の当たる宮殿のその宮殿の名前はね、僕が付けた。僕らでどうしようかって言ってて、あの、志村郷部長が、うん、あの、僕ら、あの、これでいいんじゃないって言ったら、うん、そのまま通ってしまった名前なんですよね。そうなんですよ、はい、なんとなく、ポーッと出たらねあ、お見苦しい映像を流したことに心から陳謝いたします。あの、代わりに謝っていただいてありがとうございます、本当に陳謝いたしますあれ、マキさんじゃないの、それ。マキさん中村選手出てくれる。いや、中村選手はね、たぎ、うん、来たよ、うん、よかった放送中、一回 CM 入れます、ここで。じゃあ、一回 CM 入れます。 CM お願いします。あの、もう、あの、ありがとうございました、すいません。まずは面接、そして簡単な接客レクチャー。ブラックソードの体験入店は日給1万円簡単だな。簡単だろ。イエーイ、いきなりね、急遽集まりました。いや、てか、いきなり髪伸びたみたいな現象が起きてる。若返った、ね、若返ったなってると思うけどね。いやー、なんだろう、今日すごく面白いことになってんじゃない僕らも急遽で、ね、ちょっとね、ワクワクしてきたけど、とりあえずね、まずバランスが悪いよね。はい、ここかな、俺位置的に、ね、ここかな、ここかな、よいしょ。じゃあ自己紹介からこの後半で自己紹介するけど自己紹介しますけどじゃあ今回なんと初の MC やらせてもらいます。イケメン担当マリトです。おっと、いいよ、開けるよ今回で3回目になります。ゆきひろです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、あ、はじめまして、僕、りんたろーと言います。3日目です。新人なんで。若手です。新人です。はい、入ったばっかです。入ったばっかです。そしてニューフェイスですね。ニューフェイスですね。そしてこちらじゃあ今日の
今日の、シャンパンですね。シャンパン、はい、後ろに書いてあるから読んじゃいます。ボーロシェの、ボーロシェバンムース、あ、ん？わかんない。はい、のシャンパンです。はい、運命のやつです。ちょっと時間がないみたいなんで、ね、じゃあ早速開けていきましょう。ね、もうスピーディーに行こう。はい、スピーディーに行きましょう、ね、で、マリトさんまだ胃潰瘍なのでちょっと飲めないので、そうですね、マリトさんは二人は僕はベロベロにさして帰ろうと思います、今日。二人で飲みましょう、じゃあ、ね、よいしょ、開けちゃうかな。音出す出さない出しましょう。出しましょう。どっちがいい？出さないでいく？出さないで、出さないでいこうか。はい、よし、行こうか。ちょ、あ、喋ってていいよ。ちょっと手間取ってますね。よいしょ、りんたろーです。あ、ほら、あ、おお、ほら、ちょっと喋った瞬間で、もうちょっと喋った瞬間に、もうね、りんたろーでーすって言ったばっかりで。ちょっと喋った瞬間ですよ。よいしょ。まあ今日はね、何か起こると思ってたんですよ。そうですね、今日家出る時からも。はい、よいしょ。はい、さっきリップ買いに行ってましたからね、俺。でね、あのね、僕ね、ちょっとそこに、あ、お茶がね、ウーロン茶が、お茶が、お茶が、はい、はい、じゃあリンタロウ、ありがとうございます、はい、マリちゃん、マリちゃん、ちょっと仕切ってください。じゃあ、とりあえずね、いろいろとあのご迷惑をおかけしましたということで、はい、はい、あの、ね、とりあえず、人が増えてよかったな、はい、乾杯。はい、リンタロウです。乾杯。最初、今日は訂正に入れてよかったなと。今日はりんたろーくんの紹介でいきましょう。はい、りんたろーくんが、まだ3日目。いや、3日目です。その前に、はい、あとね、ちょっと運営さん出てきて、なんかね、出しますこれ。いや、でも僕的にもちょっとあのまんまの方が面白かったんじゃないかと思って。そうですね、もうネタないよ。あのまんまの方が面白かったんじゃないかと思って、ね、ちょっと隠れて見てたんですよね、はい、そこらへん、ね、入ってきた瞬間に。そしたら行っちゃうのもこれで、いる。あ、やっと来たみたいな。なんかすげえもう安心みたいなね。たまにやってくれみたいな。逆にちょっと出ないでやろうかなと思って。はい、面白そうと思ったけど。まあね、まあとりあえずマリトハンバーグはね、今ちょっとね、頭が混乱してますが。はい。ね、まあ、とりあえずこれはまあなんでしょうかね。もう気の迷いだと思う。あの、今回の事件は、なんだろうね、不注意。不注意ですね、これ。仕切りです。仕切っていきましょう。じゃあ、とりあえず。はい、仕切り直していきましょう。りんたろーくん、ね。はい、りんたろー。福岡から来ました。福岡から。はい、いいね、いいですね。ね、そうですよ、ノープランですよ。やってますから、ね。全然、はい。福岡から来ましたね。関係ですかね。福岡から来ました。何も考えてないからな。どうですか、東京は。東京どうですか。東京、そうですね、やっぱ人多すぎで混乱してます。今もでしょ、はい、5分前ぐらいにあの選出されたばっかですからね。ビビってるもん、ね、ビビってます。初登場でしょ。こんな福岡なくて、福岡で4ヶ月ホストやってました。おね、イケメンなんですよ。で、博多ラーメン好きですね、豚骨ね。福岡だもんね。はい、博多弁喋らないね。ちょっと福岡で使い慣れてないですよ。俺でもできそう。それ俺でもできそう。それ飲んでいいですか。はい、いいですよ。どうしたの、この飲んでんの。2回目でどうなの。2回目なのにこんなガンガン飲んで。いや、まだ緊張しますね。緊張する。緊張します。緊張する。はい、じゃあもうカメラ見て緊張するって言って、なんかちょっとかっこいい感じで緊張するって。ちょっといやらしい感じでもいい。博多弁っていうより、あの、博多じゃないですよ、福岡。3つぐらい、なんか俺ハンバーグ弁って何。なんとかバーグ。ハンバーグですか。それはもうなんかね、あの、いろいろなあのやつだよ。ジューってやつの、あの、ハンバーグってやつでしょ。それあの誰かのネタじゃん。出さないけど、出さないよ、あえて。あえてね。ね、ね、とりあえずさ、博多弁出せないの？出せます。博多弁、なんか博多と北九州と
南の方で方言が違うんですよ。あー、で、うちの刃さんとかそうですね。あ、そうです。ね、なんとかちゃっちゃ言うんですけど。ちゃっちゃ言うんですけどね。ちゃっちゃ言うんですけど。ね、待てちゃうとかね。なんかこの間言ってたなんか、これはなんて言ってるでしょうみたいな。あー。ね、なんか博多弁で。しますじゃあ、それ。やってみますか。マリトさんにちょっと。あ、マリトさん聞いてないですもんね。博多弁っていうか、自分の大牟田ってとこなんですけど、つって言うんですよ。つ？あるものを。何を？あるものをつって言うんですよ。あるものをつ、はい、って言うんですよ。つ？これ、しゅんさん当てました。しゅんさんです。しゅんさんつ？はい。つって言うんですよ。つって言うんですよ。何をつって？つって呼ばれてるものを。つって呼ばれてるものを。はい。つめ。大丈夫です。つめ。いやヒントどう全然ヒントないよ。ヒントこんなんです。こんなんしたくない。爪じゃん。ああ、そう。ああ、冷たい。かゆい。かゆいけど、あるものをつって言うんですよ。つねる。顔じゃない。顔じゃない。体にできるものを。体に、何石鹸じゃない。石鹸違います。石鹸爪、ね、でもない。同じ発想の人多分いると思う。ブツブツ。ね。いやね、あれだ、鳥肌違います。惜しいですね。でも惜しいです。惜しいです。肌からなんか肌から牛乳鼻から牛乳鼻から毛穴違いますね。毛穴何肌から汗肌から何毛分かった。もう正解いきますか。あ、正解いきますか。いきましょう。何かさぶたかさぶたです。いやなんかどの要素につながるかさぶたできたらそんなやるしかさぶたにさどこにつがあるのかさつたかさつたとかだったらまだ分かるけどいや分かんねえな。かさぶた、他はかさぶた、かさぶたなんだ。ま、これちょっと難しすぎるよ。あ、ありました。この前出してた。これの終着点はとりあえずないです。ないですね。ないです。終着点は多分、博多です。福岡やに、ね、ね、あ、じゃあ告知とかしたらいいんじゃないですか。着地点もう流した。もう一問いきますか。もう一問いきますか。じゃあもう一問、うんにゃうにゃうにゃうにゃってうにゃみたいなにゃいやみたいなうにゃって。お、正解です。おー、あ、よかったっすね。これだってたまにうにゃって言うさ、甘えてる時じゃないですか。俺が甘えてるのなんで知ってんの。まずそこでしょね。いやーね、博多いろいろあるんだね。おい、え、博多のさ、美味しいもんとかはもつ鍋とかですかね。もつ鍋、もつ鍋か、はい、お土産で、お土産じゃない、見てる人に出してくれたりはない。福岡に一回帰らないと。もつ鍋持ってこれないし。ちょっと冷めた。なるほどね。あ、美味しい、もつ鍋美味しいです。ここの番組なんかよく分かんないけど、よくお母さん出るんだけど、はい、あるよ。お母さん出てくるんですか。そう、気をつけてね。お母さん出てくる。お母さんの名前ちなみに何。まなみ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 。いくつ。48ぐらいですね。若いね。若いですかね。若いね、いいね。願い。まなみまずいでしょ。まなみ名前何。お母さん、太鼓です。え、太鼓です。太鼓は、はい、いくつ。太鼓60過ぎです。結構ね、言ったね。僕のお母さんは和美です。とりあえず、何なのこれ。お母さんの名前、太鼓、順番に言ってるだけなんです。太鼓さん、サザエさんに出てくる。サザエさんに出てくる。あれ、え、いくらちゃんじゃない。いくらちゃんじゃない、ゆきひろです。ゆきひろで、はい、あ、ゆきひろで、あと、いくらじゃない、バーフーとか言って、はいってチャーンとか。あ、チャーン言うよ。あ、博多。え、あ、チャーか。チャー、北九がチャで、僕のとこはなんとかチャーン。なんとかチャーンみたいな。いや、なんとかチャーン。チャーンみたいな。なんとかチャーンみたいな。なんとかチャーン。いくらちゃんさ、しおりちゃん。とりあえず、いくらちゃんはさ、いくらちゃん。パパの名前は、あれじゃないの、パパは。ノリスケじゃない。ノリスケじゃないですね。ノリスケじゃないの。ノリスケじゃない。ノリスケは。あ、マリトさん聞いてます。何、俺の、お母さん、お母さんの名前。名前、え、さっき言ったよ、かずみだよ。僕のお母さんは、かずみです。一に美しいで、かずみです。
で、お父さんが、ノリスケではないんですが、安則です。ちょっとね、惜しいね。ああ、お父さん。安則。ノリスケ。お父さん、ノリスケじゃないです。誰だ。お父さん、誰なの。お父さん、ノリスケじゃないです。ノリスケじゃないんだ。はい。お父さんは正人です。正人。はい。なんか、若いね。若いね。若いですか。長いですね、この話。長い、まあ。長いです。切り替えて、切り替えていきましょう。何じゃあ喋る？ノープランね、完全に。切り替えていきましょう。まさ、まさひとですね。まさひとだ。はい。なるほどね。じゃあ、だって、若いよね。僕、二十歳です。二十歳だ。今年成人式でしたね。ね、二十歳でしょ？ちょっと酔っ払ってきましたね、俺。嘘でしょ？いくらちゃん、いくらちゃん。ちょっと酔っ払ってきましたね。すぐ酔っ払うじゃん、いくらちゃん。ね。ちなみに俺が僕は24で、31です。ね、結構だね。うわ、若いよね、見た目は。そうですね。全然見えない、31に。マジですか？はい。あ、そんな、全然知らなかったです。もっと若いと思ってました。いくらちゃん、いくらちゃん31です。もじゃもじゃとヒゲ出てこーいって。もじゃもじゃとヒゲ。俺もちょっと、ね、見たいですね。その回見たいですね。一緒に喋りたかったんですけどね。うん。本当に。いやー、まあこれでもう終わっちゃうんですけどね。そうですね、ちょっと、はい、すいませんでした。もう終わっちゃうんですね。ね、いろいろと雑でしたよ、本当にすいませんでした。すいません、また。まあ一応告知ね、もうギリギリで言いますけど、来月のね、何日でしたっけ。なんとうちの内勤さん、リュウジさんのバースデーがあります。11日です。わかりました、今やっとお待ちしてます。あなたお待ち。怒っている監督に投げかけるすべもなく、たまり込んだことにすかれ、何回目を錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで使い込んだ仮面をやめ、楽だに紛れ込み、ましてや無情なこと溺れているんだよ、息もせずに。壊れてゆくこの街で、僕らは無力か。この番組はドランのスポンサーの提供でお送りしました。この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しならナイトチュー、総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら、パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。